日々の取材に奔走するテレ東政治部の記者が政治のトレンドを読み解く、テレ東政治リポート。テレ東政治リポート、今回は野党側が安倍総理大臣による国会での説明を求める桜を見る会をめぐる問題を取り上げます。例年4月に開かれる桜を見る会、各界で功績・功労があった人を慰労し親睦を深めるため長年続いてきた恒例行事です。この桜を見る会に安倍総理が多数の後援会関係者を招待していたと野党側が追及。このため政府は、さまざまなご意見があることを踏まえ、桜を見る会について政府として招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討したい。予算や招待人数も含めて全般的な見直しを行うこととし、ついては来年度の桜を見る会は中止をすることにしました。政府は事態の沈静化を図る意味もあってか、招待者の基準を見直すとして来年度の桜を見る会の中止を発表しました。しかし野党は照準を桜を見る会の前日に行われた安倍後援会の夕食会に移します。高級ホテルなのに1人5000円という会費が安すぎるとして、差額を事務所が補填したのではないかなどと指摘。野党議員は直接安倍事務所に質問状を手渡すなど政治資金規正法違反の疑いがあると追及を強めています。ついに安倍総理も自ら説明に乗り出します。夕食会含めて旅費、宿泊費等のすべての費用は参加者の自己負担で支払われております。安倍事務所なり安倍晋三後援会としての収入支出は一切ございません。参加者と自身の事務所や後援会の間に収支のやり取りがないと明言した安倍総理。この点に関してご質問ございますか。自ら記者に質問を促し、いわゆるぶら下がり形式の取材では異例の20分間にも及ぶ説明を行いました。こうした中、夕食会に参加した安倍総理の後援会の男性が匿名を条件に取材に応じました。私らの感覚やったらですね、5000円で十分ぐらいじゃなかったかなと思いますけどですね、まあ事務所の方もいたし、確かホテルの方もいたと思いますけどね、集金誰に渡したかちょっと、まあ記憶がですね、ちょっと定かじゃないんですけどですね、で、まあ、領収書を発行してましたけど。男性は夕食会に関する安倍総理の説明に間違いはないと強調しました。一方で安倍総理の国会での説明を期待するとしています。それなりにするんじゃないですか。それ予算委員会とかそういうのはちょっと私は分からないですけど、聞かなければ当然答えると思いますよ。野党は引き続きこの問題での安倍総理の国会出席を求めていますが、政府与党内からは5000万円の経費の桜を見る会の問題を1日2億円の経費がかかる国会で何日も追及するのは合理的なのかと冷ややかな声もあり、与野党のつばぜり合いが続きます。ここ下関が生んだ安倍総理大臣、20日に総理大臣の在任期間が憲政史上最長となるのを前に、閣僚の相次ぐ辞任や英語民間試験の延期なども重なり、この逆風はしばらく続きそうです。